はい、こんにちは。ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。はい、今日はですね、ジャズのアドリブをですね、よりよく上達していくにはどうしたらいいかっていうおすすめのね、やり方の一つをね、ご紹介します。で、僕もね、日々音楽のね、楽器のレッスンを、してると、一番多いリクエストと質問がですね、どうやったらジャズのアドリブをできるようになるのかとか、どうやればかっこよく弾けるようになるのか、どうやれば上達するのかっていうね、その質問が一番多いです。でね、回答としましてはね、その上達するのであれば、やらなきゃならないことが100万個以上こうあるんですけれども、その中のね、一つの重要な要素として、今日は、ソロ、過去にね、ミュージシャンがやった、ジャズのソロのトランスクリプション、いわゆるコピーですね、を練習してみようという題材です。はい、じゃあ今日のソロのコピーは、アルトサックスのポール・デスモンドが弾いた All the Things You Are のソロのトランスクライブです。はい、でね、なんでこのソロがピンポイントで重要かっていうのはですね、デモ演奏の後で説明しますので、まずはね、早速デモ演奏を聴いてみましょう。どうぞ。はい、それじゃあ行きます。はい、いかがでしたでしょうか。ね、ポール・デスモンドのね、美しいね、ラインがね、次から次へと繰り出されてるね、ソロですね。うん。ほんで、なんでこの曲が重要かというとですね、僕が思うには、このポール・デスモンドっていう人はですね、その、ジャズのアドリブを取るときにですね、その、コードと
そのスケールのですね、バランスがものすごくよくこうブレンドされてるんですよね。なので、ものすごくね、ジャズのアドリブをどうやって自分で作ればいいのかっていう分析をするのにね、ものすごい適した曲なんですよ。で、なんていうのかな、このしっかりとゆっくりとしたスピードでですね、コードを頭の中に浮かべながらね、こうやってゆっくりゆっくり弾いてるとですね、どこの部分でどんなことを考えながらやってるのかっていうのがね、そのうちね、ちょっとずつ理解できるようになるんですね。なのでね、アドリブ上達したいなっていう人はですね、ぜひ騙されたと思ってね、この曲を超ゆっくり、ね、僕が一番最後に弾いてたように、ゆっくりやりながら、こう分析していくんですよ。それがね、一番重要です。で、何点かね、このソロのトランスクリプションについて言わねばならぬことがありますと。その1。ね、今、例えばこの曲の、を弾けるようになったとするじゃないですか。この曲を弾けるようになったからといってですね、明日からアドリブができるようにはなりません。その2。このソロの中に出てくるフレーズが部分的に、他の曲で自分がアドリブを取った時に、その部分的のフレーズが明日から急にプッと出てくることもまずありません。なぜかっていうと、ジャズアドリブって、そのものすごい多くの要素とものすごい経験が必要な分野なんですよね。なので、今日、明日、明後日にすぐにできるようになるにはまずないです。そういうことはまずないので、じゃあ何のためにやってるかというと、この今日やったこのソロのね、コピーっていうのも、その要素の一つ、100万個ある要素の中の一つとして捉えるしか方法がないんですよね。で、それを長い間長い間、いろんな要素を積み重ねていくことによってですね、少しずつ少しずつ自分なりのアドリブができるようになってくるというふうにしかですね、ちょっと解説が難しいんですけれども、そういうふうにしかね、言うことができないんですよね。なのでね、皆さんもね、騙されたと思ってですね、この曲に始まってですね、いろいろな曲を自分でできれば耳コピしてですね、ソロのトランスクライブを、練習してみようという題材の動画でした。じゃあね、この動画が良かったと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。じゃあまた次の動画で会いましょう。バイバイ。